皆さん、こんにちは。ネットベースアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について考えていきたいと思います。今日はですね、週末ですので、まあ、あの、ゲームをしてですね、えー、遊んだりを、子供たちと遊んだりするんですけど、えー、その時にですね、今、 ジュラシック・ワールド・アライブというですね、えー、ジュラシック・ワールドというですね、映画が元になったスマホゲーム、まあ、ポケモン・ゴーの、まあ、えー、恐竜版みたいな感じでしょうかというのを今やっているんですけど、これやっててちょっと思うことってとお話ししたいと思うんですが、まあ、このゲームの中ではですね、あの、人間と戦う、えー、世界中の人間とバトルするっていうことと、そして友達とバトルするっていうことと、そして人工知能が搭載された、まあ、ロボット というかですね。バトルするってもと、三パターンあるんですね。で、友達っていうのは、当然、あの、会ったことある友達で、同じゲームをやってる人を招待してですね。 え、バトルするんですけど、これはなんとなくバトルをしてて、まあ、相手がちょっと、あの、頭に浮かんだりとかですね、性格とか、こういうのが分かったりするので、またまたそれはですね、友達ならではのですね、楽しみ方があるんですけど、まあ、世界の方になると、全くなんか日本人とは違うね、せ、世界の人とやってるとですね、えー、分からないようなんだけど、実はそのロボットと世界の人ではね、全然違うんですよね。だからロボットっていうのは、やっぱり、 こう、なんとなく手が読めるというかですね、やってることが分かって非常にやりやすいんですけど、人間相手だとですね、全く分からなかったり、えー、思いつかないような手を打ってくるという。だからこれが、果たしてね、その人間の方が強いのか、人工知能の方が強いのかちょっと分からないんだけど、やっぱり、こう、あの肌感覚で分かる。 ですよね。で、これが、その、相手が人工知能って分かっているからそうなのか、ロボットって思ってるからそうなのか分かりません。ただ、明らかに人間とやってる時には、負けると悔しいし、ムカつくし、えもう一回やってみようと思うんだけど、ロボットはね、そこまでね、腹が立たないんですよね。でも不思議だなぁと思うんですけど、その、 なんか、やっぱりですね、パターン化というかですね、まだまだ、そのゲームにおいてですね、人間っぽさが出ていないというかですね、まあ、逆に人間はですね、カットなるとですね、あの、まあ、 もうなんていうんですかね。あの、自分が好きなことをね、やっちゃって突っ走ったりするんですけど、まあ、ロボットは冷静に多分計算してやってるのが、多分なんとなく、そんな、あの、手の内容からね、えー、気づくんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。なんか、だからやっぱり、この辺をですね、どっちに押せるかってゲームとして難しい問題なんだけど、でもその両方ができる、そして友達ともできる、ジュラシック・ワールド・アライブ、えー、ぜひおすすめですので、えー、皆さんもね、ぜひやってみてください。 はい、えー。今日はですね、えー、ゲームから人工知能 AI について考えてみました。ネットビスアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。